メイティーラは、ミャンマーの都市である。ミャンマー中部のマンダレー地方域にあり、メイティーラ湖のほとりに位置する。古くから交通の要衝であり、ヤンゴンとマンダレーを結ぶバスがこの町を通る。メイクテラ、メイクテラ、メティーラとも表記される。人口は2014年時点で約30.9万人。防空壕に住むビルマ人家族が、 イギリス兵と茶を飲んでいるメイティーラという地名は古代、インドに栄えたミシラ王国から来ている。11世紀から19世紀にかけて、この地域にはミャンマー中央乾燥地域を故郷に持つビルマ人の王朝が続いた。1885年、コンバウン王朝がイギリスに第三次英明戦争で敗北した。ビルマ全土がイギリスの植民地となり、英領インドに併合された。 1945年、日本軍とイギリス軍がイラワジ海戦を行い、イギリスが勝利した。1948年、ビルマ連邦がイギリスから独立した。メッティーラでは、カレ連続の反乱が起きた。2013年3月22日、反ムスリム暴動が発生し、何十人もが殺害され、1.2万人以上が家を追い出され、非常事態宣言が出された。 暴動は国内の奥歩や魚瓶がークに飛び火した。仏教徒の多いミャンマーであるが、メッティーラの人口約31万人のうち約3万人がイスラム教徒であると推定されている。20世紀後半の軍事政権時代には宗教上の対立は問題視されてこなかったが、2012年にラカイン州で宗教対立が表面化するとメッティーラにも波及。 イスラム教徒の居住地が破壊され、衛星写真からも確認される規模となった。一連の衝突により43人以上が死亡した。ステート・オブ・エマージェンシー・インポズド・イン・メイクティーラ、ミャンマー中部で、仏教徒とイスラム教徒が衝突、非常事態を宣言。 アフトブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.aftbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ war-unrest スラッシュ2935184スラッシュ104781772013年3月24日閲覧 http www.economist.com <声の> ニュース、アジア、2157万4506、セクテリアンバイオレンスワズノットサポーズドビー、パートミアーノマースブライトニューディレクションウェン、リット、ブローズコミューナルバイオレンスインミャンマー、ウェンザリットブローズオフハット、ミャンマーの破壊された、市街地、宗教間衝突の爪痕。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.aftbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ war-unrest スラッシュ2936647スラッシュ105248972013年4月8日閲覧。ありがとうございます。